や、大丈夫かい？さっきのはただの冗談だから、どうか気を悪くしないでくれ。失礼を謝罪しよう。ほれ、1万信用ポイント、僕たちの出会いの記念にお詫びとして受け取ってくれ。雨降って地固まるって言うだろ。これで僕たちは本当の友達さ。さて、僕は用事があるから先に行くけど、きっとまた近いうちに会えると思うよ。ちょっとあんた、じゃなくてあなたはまさか歌手でイプシロンのスーパースター、傷つく誰かの心を守ることができたならってあなたの作品だよね。あら、こんなに可愛らしいお嬢さんまで私のファンなの？あ、やっぱりあのロビンなんだ。まさかこんなところで本人に会えるなんて。私も皆さんにお会いできて光栄だわ。君もそこにいる彼と同じくピノコニーのファミリーの一員なのか？正直に言うと、私もあなたたちと同じゲストなの。ピノコニーは私の故郷だけれど、大人になってからここを離れて、今回は招待を受けて調和セレモニーで歌うために帰ってきたのよ。あなたの言っているサンデーは私の兄で、ピノコニーの意思決定者の一人、そして今回の調和セレモニーの主催者でもある。だからあなたたちが困っていると聞いて私を連れて助けに来たの。でも来るのが少し遅かったみたいね。チェックインで不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。ご心配なく。アレイにはシステムの障害を早急に修正するよう指示しました。またお詫びとして皆さんのお部屋のタイプをアップグレードしましたので、後ほどお部屋にご案内いたしますね。アベンチュリンさんはオーク家との約束があるため先にチェックインされました。彼に代わって請求列車の皆さんにお詫び申し上げるとともに、今後あなたたちと良い関係を築いていけることを願っています。間に入ってくれてありがとう。だが俺たちだけ部屋をアップグレードするのはまずいんじゃないか？同じように招待を受けた派閥の客も少なくないと聞いているが。ご安心ください。ファミリーが責任を持って対応いたします。ピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的な管理者として問題ごとを解決する義務がありますので。貴重なお時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。これ以上の邪魔はいたしません。ピノコニーでの滞在中、必要がありましたらいつでもファミリーがお手伝いしましょう。夢の中で
素敵な時間を過ごしてね。はあ、本当に波乱だらけ。あのサンデーさんが保証してくれたならもうチェックインできるはずだよね。なんて言ったっけ、不幸は重なる不運は幸運の前触れとも言うわよ。さあ、もうロビーに並んでる人もいなくなったし、アレイさんのところに行きましょう。請求列車の皆様、チェックインが完了いたしました。先ほどはご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありませんでした。こちらは皆様の無強パスポートです。ホテルのルームキーとなっており、ホテルレバリーで必要な機能や情報が全て集積されておりますので、スマートアシスタントとしてもご利用いただけます。またこのパスポートは一つとして同じものがないので、ピノコニーならではの特別な記念品でもあるんですよ。無強パスポートに備わっているチェックイン機能を利用することで、夢の中での出来事を記録して、いろいろな楽しい体験をしながら、自分だけの無強手帳を作成することができるのです。詳しい使い方につきましては、無強パスポートに詳しいガイドがございますので、そちらをご覧ください。それでは、ピノコニーで美しい夢を心ゆくまでお楽しみくださいませ。客室へはあちらのエレベーターをご利用ください。やった、早く行こう。